特定非営利活動法人日本現代音楽協会は日本の音楽団体。略称 JSCM 国際現代音楽協会に加盟している。会員は作品発表の実績を持つ作曲家のみで入会時には作曲家としての実績を重視した厳しい審査がある。イッサムの国際審査会でほとんど毎年のように会員の作曲した作品が入選。 世界各国の音楽祭で演奏されている。正会員と巡会員から構成されている。また、名誉会員と、会友制度がある。会友には、朝日新聞社、NHK 公共楽団、国立音楽大学、日本音楽著作権協会などが名を連ねている。役職には、会長、副会長、事務局長の三役、理事、一サム仙人理事、会計監査役、 会計担当理事。専門部として、国際部、事業部、演奏部、広報部などが置かれている。歴代の役員を、池内智次郎、高田三郎、別宮佐田夫、安倍孔明、芥川康史、間宮義夫、松平頼継、清瀬康二、平尾岸士夫、広瀬良平、佐藤敏奈夫、湯浅浩二、入野吉郎、三木実る、林光。 松村定蔵、壺の大勝博、松尾助隆、夏田翔は、佐藤正弘、福士則りを、小家軸に高、松平ら,らい赤月、三好明ららが務めてきた。現在においては、山内正弘、三枝重明、安良岡明を、麹は富子らが理事を務めている。前身は、1930年4月28日創立の新興作曲家連盟。当時の発起人は、 小松平五郎、三栗明義、実行委員には、伊藤昇、池譲る、石井五郎、橋本国彦、大分光吉、山本直忠、松平頼次、小松清近藤博二郎、斉藤秀夫、清瀬康二、菅原明郎、鈴木文夫、塩入亀介。1935年、日本現代作曲家連盟と名称を変更し、 国際現代音楽協会に加入するも、1940年、除名される。1946年、日本現代音楽協会として、再発足。創立委員は、池内智次郎、大木正夫、清瀬康二、小松清氏平尾岸を、卓、孔二、山根銀に委員長は、三國屋清二。同年5月、第1回演奏会開催。同年、 日本民主主義文化連盟に参加。同年8月30日、民主主義文化連盟公演で第1回働く人々の音楽祭を主催。1949年、国際現代音楽協会に再加盟。1962年、現代の音楽展発足。1967年、文化庁の女性を受け、オーケストラ作品の上演がスタート。 1983年、元王と作曲新人賞創設。2019年、特定非営利活動法人となる。ありがとうございます。